NATO フォネティックコード、NATO フォネティックコード、NATO フォネティックコードとは、オーブン通話表の中でも来た、大西洋条約機構が定めた通話表である。無線通話などにおいて、重要な文字、数字の組み合わせを正確に伝達するため、NATO によって、ラテン文字の通話規則を定めた。このコードはもともとインターコ、国際信号コードのサブセットである。なお、 インターコでは、ホネティックコードの他に、船舶用の視覚的、聴覚的な信号、すなわち気流信号、発光信号、音響信号、ホイッスル、サイレン、無敵、ベルや、低ケーを表す1から3文字の略語も規定していた。その後、無線の普及により、音声による通話のための共通信号の必要性が高まった。NATO ホネティックコードという呼び名は、 このコードが各海軍の艦船からなる NATO 連合艦隊で採用された、で規定されていたことによるものである。同書の元になったインターコのでは、波多流信号、発光信号、モールス符号なども制定していた。そのため、電話、無線による音声通信に使用するためのコードである本コードは、音声によるコードという意味で、フォネティックコード、 音声コードと呼ばれるようになったのである。アメリカ海軍と NATO 加盟国の海軍の通信が世界規模になったことにより、この NATO フォネティックコードという名前も広く知られるようになった。しかしながら ATP-1 は NATO の秘密文書、またはそれより低いレベルの指定である秘密文書であったので厳密には NATO 加盟国以外は 公的に使用することができなかった。NATO の秘密、機密扱いでないバージョンが敵対諸国、仮想敵国を含む NATO 外の国の軍隊にも提供されたが、彼らもそれを公開することは許されなかった。アルファベットを表現するために使用する単語は、本コードを採用している、どの機関でも同一だが、数字を表現するために使用する単語は2種類の系統があり、 組織ごとに二つのうちからどちらを使うか選択している。NATO では、通常の英語による数字の読み、例えば、0イコール0、1イコール1を使用するのに対して、ただし、3は、3、5は、5、9は、ナイナーのように発音される。IMO などでは、他の単語と組み合わせた語を使用する、0イコール、1イコール。 アルファベットや数字を表現するための語の発音は、話者の言語習慣によって異なる場合がある。発音の揺れを防ぐために、ICAO は推奨する発音を、録音やポスターの形式で提供している。特に明記しない限り、上記の綴りと発音、アクセント含むは、ICAO、ITU、IMO、FAA により公式に定められたものである。ICAO は、 数字を表す語においては、強制の音節を大文字で、弱税を小文字で表示するのに対し、アルファベットを表す語においては、強制の音節は大文字のアンダーライン、弱税の音節はアンダーランのない大文字で示している。この表では、統一のため、IMO と FAA の方式に従い、強制音節は太字で表示した、画面上ではアンダーラインがリンクと間違えられる、可能性があるため、 機関、NATO、ICAO、ITU、IMO、FAA、ン市などによって違いがある場合、各々の機関が推奨している発音、または綴りを表内に明記した。ICAO、ITU、IMO では、いくつかのアルファベットを表す語について、許容の発音がある。FAA では、許容の発音を掲載している版も存在するが、他の版では許容の発音は、 掲載なしとなっている。また、FAA では、FAA フライトサービスマニュアル、FA a フライトセルビセスマニュアル 14.、14.15を参照したものと ATC マニュアル、ATC マニュアル、2から4から16を参照したものとの間で、綴りがいな場合がある。暗視は、文字の綴りを提供するが、発音と数字は提供していない。数字を表す語については、 前述のように2種類の系統があるうち、ICAO、NATO、FAA は英語による数字の普通の綴りを使用しているのに対し、アクセント付き、ITU と IMO では、数字の英語読みの前に別の構成要素を追加した独自の単語を使用している、アクセントし、ICAO だけはアルファベットに対応する語の発音を IP、IPA、 国際音声記号により提示している。ただし数字には提示していない。ただし、公式版では IPA のうちいくつかを通常の文字、記号との混同を防ぐため別の文字で表現している。こういった理由から上記の表の IPA 表記はあくまで参考であり厳密なものではない。数字９の発音はドイツ語の E9 との混同を避けるためライナーに変えられる。 ドイツ語で A は I と発音され、9は9となるためである。国際的に認知された最初のフォネティックコードは1927年に ITU により制定された。使用された結果の問題点を反映して1932年に改定された。この結果は ICAN、ICAO の前身にも取り入れられ、 民間航空では第二次世界大戦まで使用された。また、IMO では1965年まで使い続けた。そのコードは以下の通りである。第二次世界大戦、特に1941年以降には、連合国軍が共同作戦を遂行することが通常となったため、陸軍、海軍ホネティックコードの発展につながった。ただし、 いくつかのイギリス空軍フォーネティックコードも使われ続けた。陸軍、海軍フォーネティックコードは以下の通りである。戦後も民間に戻った多くの元連合軍将兵は民間航空勤務に戻っても監修でエーブルアブル、ベーカーベーカーを使い続けた。しかし多数のコードに英語特有の発音が含まれていたため、ラテンアメリカでは代わりにアナ、エーナーナ、 ブラジルブラジルが使用された。こういった事情もあり、IATA はより普遍的かつ統合されたコードの策定を行うこととなり、英語、フランス語、スペイン語に共通する音声からなる新コードの素案を1947年に発表した。その後いくつかの修正と改良を加えたコードが1951年11月1日に正式公開された。そのコードは、 以下の通りである。すぐに、このコードには、問題点が見つかり、中には、問題が深刻として、急遽、エーブルベーカー式に戻した現場もあった。新コードの問題点を明らかにするため、主に、アメリカ政府及び、イギリス政府により31カ国の和射が集められ、テストが行われた。デルタデルタと、ネクターネクターと、ビクタービクターと、 エクストラエクストラなどの語の間でコンが見られたほか、他の語については、通信の明瞭度が弱い状況において聞き漏らすという、問題点がその主たるものであった。しかし、研究を進めた結果、変更すべき語は C、M、N、U、X の5文字を表す語だけにとどまった。その最終版の通話表、 本校の表に掲載したものは ICAO により1956年3月1日に公表された。ITU がすぐにこれを取り入れたことは1959年の ITU 無線規定にすでに確立した通話表として現れため疑う余地はない。無線通信に関する国際的な取り決めは ITU が行うこととなっているため、軍隊、民間、アマチュア無線、 R, アメリカ無線中継連盟によって使われるようになった。IMO においては、1965年に、やっと採用を取り決めた。1947年に、ITU は数字に関する借用語、ナダゼロ、うなおねなど、を制定した。これは1965年に、IMO に採用された。単語の多くは、英語を母語とする話者によって認識しやすい語が、 採用されている。航空機と管制等の間での通信などは、複数の国が関係している場合、英語でなされるからである。しかし、このルールは、国際的なケースだけに当てはまり、国内線で、同国者同士の通話の場合は、その国が選んだ、別のフォーネティックコードが使われることがある。α 及びジュリエットは、英語の綴りとは異なる。α は F で綴られる。これは、 スペイン語を筆頭とする多くのヨーロッパ言語で、この音を ph で綴らず、ph は p の音で発音されるからである。また、ジュリエットは本来の綴りであるジュリエットではなく、末尾が tt になっている。これは t が単一の場合、フランス語話者が死音の発音を省略するからであり、フランス版ではジュリエットと綴られる。しかし、ICAO は、 末尾の E を取り入れていない。これは、スペイン語話者が、手と発音するからである。英語版のコード表、例えば暗視のコード表では、どちらかまたは、両方が、英語の標準的な綴り、アルファ、ジュリアットに戻されている。このコードは、メッセージの一部の綴りや、コールサインの綴りを伝達するとき、それらが重要で性格を期する場合や、 その他音声を聞き取ることが困難な場合に使われる。例えば、プロシード2マップグリッド DH98 地図上、DH98 地点に進めは、プロシード2マップグリッドデルタホテルナイナー8と送信され、C-130 輸送機が前方にいることを通達する際は、チャーリー13、ゼロインユアトウェルブオークロックと送信される、トウェルブオー。 クロックイコール12時方向イコール前方。また、コードがよく知られたために、通常の会話に定着した例もある。よくやったを、ブラボーズールー、BZ という場合や、かつてベルリンが東西分割されていた、サイのチェックポイントチャーリー、C 検問所が有名である。スワットなどの特殊部隊では、単語、T は標的、ターゲットを、シエラ、S は狙撃手、スナイパーを意味する。 ドイツなど、ドイツ語圏ではいくつかの母音にウムラウトをつける習慣がある。このため、ICAO は彼らのために、ウムラウトによる発言を伴う綴りを用意し、NATO でも次のように拡張した。これらは、ICAO の標準アルファベットではない。また、ドイツ語圏以外ではほとんど知られていない。ドイツ語圏でよく使われる他の3つの文字の組み合わせ。CH、SCH、 SZ は別の綴りが用意されていないが、一部の例外を除き、軍事用途などでは、慣例で使用されている。デンマークも、ナトー加盟国であるが、軍用用途に次の文字が付加されている。これらは、デンマーク語においては、アルファベット順で、Z の後に続く独立した一つの文字である。ノルウェーにおいても、次の文字が付加されている。この他、 送信者がより簡単に覚えることができる多くの非標準的なコードが標準に強制されない用途で使われている。この他にもバリエーションがあるが、こういったコードは男性名やわかりやすい都市名からなることが多い。日本の東海道新幹線でも赤番号の AE を表す際にアメリカ・ボストン・チャイナ・デンマーク・イングランドを用いている。アメリカ合衆国内の警察。 消防無線においても、独自のコードが使用されており、ドラマ等でもその一端を聞くことができる。各警察機構によって際はあるが、オウムニアダム、ボイ・チャーリー、あるいはチャールズ・デビットと続く。以下、カリフォルニア・ハイウェイ・パトロール、CHP の一例。上記のコードに加えて、他のいくつかのコードが過去に使われた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。